はい、ということで、ね、本日はアプリなんですが、フェイスアップというアプリを使ってみたいと思います。まあ、ちょっとね、初めて使うのでどのような感じかわかりませんが、早速ちょっと使ってみましょう。さあ、それではね、今からフェイスアップを使っていきましょう。まあ、とりあえずカメラでいいんかな。カメラ でボンシュールをちょっと上目遣いっぽくしておきましょうか。よし、これ使いましょう。この写真を使用すると、まあ、とりあえずいけるか。はい、機能の紹介で、メイクアップ、サイズ、笑顔、ヘアスタイル、ヒゲ、肌、年齢、性別が変えれんの。髪の色、メガネ、化粧を、で、顔の入れ替え、どういうことやろ。右と左で変えれるんかな。再形成、フィルター、調整。まあ、とりあえずこれあれですね、性別を変えてみたいですよね。ちょっと性別を変えますよ。いきます。ポチ。あ、今、女性かつ男らしいとかありますけど、まあ、女性か、2にしましょうか。で、写真を処理中ということでね。どんな感じになるやろね。ちょっと待って。嘘でしょほんまに、え、嘘でしょ。ちょっと綺麗すぎない？いや、なんか親戚に似たような人がいるわ。これは面白いや。すごいな。いや、めっちゃ美人になってるやん。すごっ。女性か2にしたらどうなるの。じゃあ女性か1に。女性か1。あ、髪の毛の感じが違うね。はーはーはー。女性か2の方が完全にもう、本当にもう女性って感じですもんね。いや、怖。あ、男らしくしてみましょうか。さらに男らしくね。変わってない。全然変わらん。あ、元からじゃあ男らしいってことかな。全然変わってないけど、髪の毛短くなっただけやけどね。やっぱ女性活動がすごすぎる。面白い。いや、これ面白いな。ここかなんかできるんかな。サイズ。あー、なるほど。顎とかちっちゃくできないのかな。あ、けどあれか。プロじゃないとこれ使われへんのか。大きい顔にしたらどうかな。大きい顔にしたら。違う、顔が大きくなっただけじゃなしに、もう年いってるから、完全に年いってるから。え、今でも顔大きくしたらこんな感じになるやろか。嘘でしょ。ちょっと年は生かしてくださいって言ってません。顔を大きくするだけ。もはや60歳ぐらいに見えんねんけど、老けてるやん。まあまあね、やっぱりということであれやな、やっぱり性別やな。女性活やな。うん、あー、いいね、女性活。はい、あー、ちょっと好きになっちゃいそうやな。綺麗だわ。はい、ということで、今日はね、フェイスアップというアプリで遊んでみましたが、想像以上に面白かったです。はい、もう男性からね、女性化に変わるときね、すごいな、これ誰でもこんな風に綺麗になるんかな。むちゃくちゃ綺麗だったけど、なんか親戚に、さっきも言ったように似てる子がいるんですよね。ってことはやっぱり血が繋がってるから、似てるんかもしれへんけどね。でも皆さんね、気になった方は、ぜひとも、フェイスアップというアプリを使って遊んでみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃ面白いです。で、写真の処理中ってことで、どんな感じ。嘘でしょ。